はい、皆さん、こんにちは。アルジェント研究会の矢沢です。今回はですね、ちょっと趣向を変えて、イギリスのホラー映画ベスト10というタイトルでですね、お話をしてみたいと思います。まあ、こちらもですね、えー、っとですね、えー、コリダーというね、あのー、サイトにですね、上がっていた基地をもとにしてですね、お話をさせていただきますけど、SK、えー、サビアーノさんという方が書かれた基地なんですけれども、まあ、イギリスのホラー映画ベスト10ですね。まあ、厳密にですね、あのー、 東京とかですね、アンケートを取ってベスト10というものを算出したわけではなくてですね、まあ、個人のね、えー、主観というのが非常にありますけれどもですね、まあ、あの、まあまりこうね、あの、ランキングというものがあんまり意味があるかというとね、そうではないのかもしれませんけれども、まあ、とりあえずですね、えー、めぼしいもの10本ということで、えー、見てみたいと思いますあの。この中ではね、日本で公開されているものがほぼなんですけれども、えっ、ー、と、たま、日本でもね、公開されてないものが。 えっと、いくつかといいますか、まあ、1本ほどありますので、まあ、それについてはね、えー、まあ参考までにね、聞いていただければと思います。はい。えっ、ー、と、それではね、早速いきたいと思いますけど、まあ、イギリスのホラー映画というとね、なかなかこう、えっ、ー、と、ホラーの、えー、なんですかね、あの、やっぱりこう本場というとアメリカじゃないかとかね、そういったこと言われるかもしれませんしですね、まあ、イタリアなんかもね、イタリアンホラーというもので、こう、一種にね、独特のものがありましたよね。で、それに対して、まあ、イギリスのホラーというと、ハマ映画。 ととといいうことになるかと思いますけれどもちょっと古いというかねあの、ちょっと一世代前のような感じは、ハバーというとね、あるかもしれませんけれどもね、まあ、ただね、それだけではなくてですね、まああの、いろいろとですね、イギリスのホラー映画というのもこう、ちょくちょくとですね、傑作が作られているということになりますし、あの歴史上に、ね、名を残す作品も結構かなりありますのでねあの、まんざらではないなって感じしますよね。ちょっっと渋渋いいい感じのねねやはりこうインングランドって言いますか、ね、そういったの渋い ちょっとじめっとした、ね、感じのホラー映画というのが多いかもしれませんけれどもあのそれだけではなくてねいろいろな、ねあのー、パターンがありますので、まあ、今回はねいろいろといろいろなパターンのです、ね、イギリスのホラーというものを見ていきたいと思います。はいえー、とそれでは10位からということで、まあ、カウントダウンみたいな形で、ね、やっていきたいと思います。はいえー、とそれではです、ねまあ、10位という形でこの記事に挙げているのがですね「回転」です。 えと1961年の作品ですね。まあ、こちら、のヘンリー・ジェームスが書いた1898年の小説にですね、ネジ、ねねえーね、の回転というのがあるんですけれども、まあ、それをもとにしてね、えー、回転という映画が作られているということで、まあ、監督はジャック・クレイトン監督ですね。まあ、1961年に作られた、えーまあ、ゴシックホラーというふうに言うかもしれません。まあ、これは何て言うんでしょうかね、あのーまあ、家庭教師者と言いますかね、ある家の中、家にですね、えー まあ、デボラ・カーが演じる家庭教師がいるんですけれども、まあ、彼女がです、ね、人里離れた邸宅にです、ねまあえー、招かれて、まあとだあの、2人の子供がが、ね、いるんですけれども、その2人の子供の面倒を見ていくというところで仕事で、まあ、やってくるというところから始まる映画なんですよね。で、2人の子供マーティン・スティーブンスとパメラ・フランクリンが演じているわけですけれども、まあ、そんな中でね、あの子供たちがこう霊に取り憑かれているんではないかというような、まあ、疑惑が起きてきてですね、まあ、いろいろなね、あの エピソードが起きていくわけですけれども、まあ、そんな中でねあの、ちょっとこう、憑依されてるというのは、子どもたちがこう、なんつうかね、あの霊に取りつかれているというふうに思った段階でね、まあ、そんなところからね、あのこの家庭といいますかね、その、まあ、屋敷の中の世界というものがかなりこう、えー、崩壊していくというんでしょうかね、あの一つね、あのかなりこう、いろいろな力関係がこう芽生えていくというような形になりますよね。まあ、これはすごく怖い映画ということではあるんですけれども、まあ あんまりこうねあの、よく聞かれないというかね、あのまあ、過小評価されているというような言われ方をされますけどね、まあ、あの本当にホラーの古典ということで、えー、まあ,あの、特徴としてはね、要するに、こう、えーと、エクソシストなんかでもそうなんですけれども、エクソシストというのは、要するに、中盤までですね、本当にあの悪魔が憑依しているのか、それともこう、まあ、精神疾患といいますかね、まあ、思い込みなのかというところですよね。あのまあ、だから、悪魔がこう、ついたというのは、ある意味、 本当に悪魔の存在があってですね、悪魔についたのか、それともこう、一種のね、精神病的な考えでですね、こう、悪魔的な行動を取ると言いますから、ね、まあ、異常行動を取るのかというところが、こう、いろいろとね、あの論争されるわけですけれどもですね、まさしくこれもですね、いわゆるこう超自然的な恐怖というものと、心理的な本当に恐怖ですね、精神疾患的な恐怖ですよね。まあ、そこに対するですね、あの、まあ、恐怖というものをこう描いているということで、ある意味ね、 エクソシストなんかにも共通するねその、要するに本当にそうなのか、本当に例がついているのか、それともこう心理的にね、ちょっとそういう医療行動を取っていくのかというところでですね、まあ、変質的な妄想なのかとかですね、まあ、そういったところの問題というものがですね、非常にこうクローズアップされて書かれているといいますか、ね、演出されているというところがすごくね、えー、この映画の真骨頂ではないかなと思います。えーとまあ、そんな中でねあの、ウィリアム・アーチボルトだったり、トルマンカ・ポーティーですよね、あとさあ、えー、ジョン・モー・ティーマー、 によよって書かれた脚本ですよね。まあこういったの脚本のね、非常にこう宣伝度というところとですね、あの非常にこうなんですか、ね、いわゆるこう、本当に怖がらせるためのあのホラー映画というよりもですね、まあそういったカチッとしたね、あのきちっとしたそのまあ哲学といいますかね、そういったところに裏打ちされた、こう非常にこう、水準の高いね、あの知的です水準の高い脚本がですね、えー、このとですね、その、えっ、ー、と、ジャック・クレイトンのですね、 演出手堅い演出と相まってですね、非常にこうい怖いと言いますかね、すごく精緻なね、えー、世界観を出しているという映画だなと思いますよね。はいえー、ということで、えー、回転1961年の作品、えー、10位ということです。で、次が9位になるんですけども、これはちょっとがらっと変わってですね、えー、28日後ですね、ダニー・ボイルの監督作品ですけど、2002年の作品ということになりますよね。まあ、これはですね、えー、なんていうんですかね、あのまあ 厳密に言うとゾンビ映画ではないんですよね。あの、感染者ということになりますけれども、まあ、こちらね、ダニー・ボイルが監督して、アレックス・ガーランドが脚本した作品ということで、まあ、これもね、なんかこう、ちょっと一風変わったね、ゾンビ風の世界観を出しているような作品なんですよね。で、まあ、これはあの、まあ、病院でね、昏睡状態から覚めたジムというねあの、キリアン・マフィーが演じている人物がですね、まあ、いわゆるレイジウイルスというね、あの感染力のつる強いウイルスでですね、 まあこのイギリスがですね破壊されているということを知ってですね、何あ,あのうんですかね、急にねあの夢から覚めたらこの国自体が滅んでいたと言いますかね、そんなあのすごい世界、いわゆるこうすごい世界になっていたみたいな感じのね作品なわけですよね。そんな中でね、一種のゾンビ映画のサブジャンルということで位置づけられるような形になるかと思いますけれども、そういった中でね、一種の何て言うんですかね、 まあゾンビのパロディとっていいますから、ね、まあ、変形的な映画ということでですね、まあ、この辺はね、すごく特徴的な映画なんじゃないかなと思います。まあ、特にですね、このやっぱりこうジムというね、あの主人公がですね、まあこう、人気が全くないロンドンですね、まあ、普通だったらねだ、例えば東京だったら東京で、東京の銀座とかね、新宿なんとか、人で、人混みであふれているのが普通ですよね。そこにこう、全く人がいない、もしくはまあニューヨークなんかも同じですよね。人であふれてるような大都会にですね、全然人がいないという。 あの都市をですね、歩き回るというあの冒頭のシーンがありますけど、一体人々はどこへ行ったんだというようなそういったなんか世紀末的な思想というか、世紀末的な世界観ですよね。そんなところの、ね、オープニングからしてもこう驚かされるというような作品でですね、まあ、非常にね、あのー、これもやっぱりこうちょっと新たな世界観というんでしょうかね、まあ、そんなような形ですよね。で、このダニー・ボイルとですね、アレックス・ガーランド、まあ、こういうあの2人のね、えー 監督、脚本、コンビというのはこう、イギリスの、ね、映画業界では非常にこうリスペクトされるような、ねあのー、人物ですしです、ねまあ、こういった流れでいろいろと、ね、作品、まあ、続編なんかも、ね、この2人で作っていたりしてです、ね、まあ、あの非常にこの脚本、監督、コンビというのはこう非常にこう水高水準の、ね、作品を作っている。 まあコンビではない,かなということですね、はい、でそれが28日後2002年の先九9位ということになりますで次が8位なんですけれども、えー、と次がですね、えーと「セイントモード狂信」という映画ですね。狂信というのは「えっ、ー、と,という字に信じるということになりますけどね。えー、2019年ですね。えーとサイコホラー でローズ・グラス監督の作品でですね、ローズ・グラス監督のまあ長編デビュー作ということになりますで。出演はですね、モーフィット・クラーク、ジェニファー・イーリーなどが出ています。まあ、こちらはですね、まあ、セイント・モードっていう名前からすると、なんかどういう映画なのかな <laughs> と思うかもしれませんけど、えー、と看護師さんの話なんですね、まあ,あの、まあ、アマンダというね、えー、患者を救うことにこう取り憑かれた看護師さん、まあ、ホスピスのね、看,、えー、と看護師さんが、 ちょっとね、だんだんこう、そのミッションというかな、それに取り憑かれて、だんだんちょっと少しずつおかしくなっていくというような形なんですよね。まあ、もともとね、その、えー、っと、トラウマ的な過去に悩まされているね、あの人物がいてですね、そこで、なかなかね、あの、彼女の人生を虫歯で破壊し始めるというような形で、まあ、いわゆるね、どちらかというと、こう、 芸術的なホラーっていうんでしょうかね、まあ、そんなような作品ですよね、まあ、あの平気な、ね、えこうクリスチャンが相手をこう救うということに関してね、献、ま、身、あ、的にやるゆえに少しずつおかしくなっていくというような。 流れとて言いますかね。このイギリスのね、独特の雰囲気が出てるということで、この舞台もですね、海辺の街のスカボローという場所なんですけれども、まあそこのなんかね、描写なんかもすごくいいような形でですね、この主演のね、モーフィット・クラークが神の声としてウ,ィウェールス語でセリフを伝えているというような、まあちょっとね、その日本人だとなんかよくわからないかもしれませんけれども、ちょっとそういう思考があったりしてですねこう、まあ本当にこう、なんてうか独特のイギリスのこう、なんか、 各地方の雰囲気ってううでしょうかねそんなものがこう、そ、あのー、らくね、こう英語ネイティブの方だとよくわかるのかなって感じはしますけどね。はいえー、とこれが、えーとセ、セイント・モード、えー、教師8位、2019年の作品です。で、次がですね、えー、と7位になりますけれどもで、ね、7位がですね、ちょっとこれも、えー、1971年ということで、古い、多少古い画か,かもしれませんけど、肉体の悪魔ですね、ケンラッサル。 のの脚本監督の作品ですでこれは1971年のこう歴史的な歴史物の,のホラーと言ったらいいんでしょうかね、えー。17世紀のね、あの司祭のユルバン・グランティエという、まあ、司祭がいるわけですけども、それの没落を描いた真実の歴史的なこう記述をもとに作られた映画だということですよね。で、グランティエというのがオリバー・リードが演じているということですね。あとはバレッサレッド・グレープが、ええー、ところね、ちょっと精神的に不安定な人物でですね、ジャンヌ・デ・アンジェというね、 えーまあ、修道女ですね。修道女が率いるんですけども、修道女の修道院を追った者ということで、まあ、あの修道女者っていうんですかね、修道院者って言えばいいんでしょうかね。そんなような形でですね、あのーまあ、これもなんか修道院とかっていうとね、悪魔とかね、魔術とかね、えー、そんなようなものが出ていて、憑依するとかね、そんなようなところがあってですね、もうちょっとクリスチャン的なね、話というかな、宗教的なイメージだったり、う性的にね、 えー、性的な物語だったりですね。まあそういったところで、まあ多少ね、あの、スケンラッセルだけあってですね、まあちょっといろいろとね、物議を醸した、醸し出すような映画だということですよね。これはだから17世紀のフランスで起きたルーダンの悪魔つき事件というのがあったそうなんですけれども、それをモチーフとした小説でですね、オルダス・ハスクリーの小説でですね、ルーダンの悪魔というのがこれあるわけですよね。で、これをですね、戯曲化したあの悪魔たちというのが、まあ、またあってその,義客です、ね、その義客が そのジョン・ホワイティングというあの著者が書いた悪魔たちという作品があるんですけど、それをこうなんすか、ね、あの原作としているということで,です、ね、もともとはです、ね、そのノンフィクションといいますか、ねまあ、ルーダンの悪魔つきという事件があったそうなんですけれども、まあ、それを、ね、うまくこう映画化しているような形の作品ということで、ね、まあ、これもあの修道所ものの走りというんでしょうかね、走りというほど走りじゃないのかもしれませんけど、まあ、ちょっと閉鎖された、ね、あの修道院とかの。 中で起きる話というのはね、あの時々作られてますけれども、まあ、それのね、ちょっと典型例だというふうに言っていいのかなと思います。あの、まあ、非常にね、バレスサレッドグレープ、グレーブがですね、あの、すごくね、熱演と言いますかね、そんなようなことをさ,あのされている作品ですね。はい。で、次がね、6位い行きたいと思いますけど、6位がですね、えっ、ー、と、キルリストという作品です。2011年の作品ですね。えー、ベン・ウィートリー。 というあの監督が脚本も務めている作品で、まあ、2001年のこれ、何て言うんでしょう、これ、最高ホラーというのが、こう、民間伝承ホラーというんですかね、まあ、ちょっと田舎者っていう田舎ホラーっていうんでしょう、ね、これ、それに近いような感じかもしれませんね。えっ、ー、と、これもですね、まあ、殺し屋の運命を描いた作品なんですけれども、あるね、あのー、暗殺者ですかね、あの元暗殺者、ジェイというのがいるんですけど、えー、とニール・マスケルが、 演じてるんですけども、この、えーとね、依頼を受けたことから、ね、思わぬ時代に巻き込まれていくというような作品,あの作品ですよね。も、まあねえー、ともと元い暗殺者の、ね、あの J というのが8ヶ月前にキエフで。 あの仕事を失敗すするわけですよねそこで失敗したことがトラウマになっていてですねまあ、なかなかこう仕事に復帰できないと言いますかねちょっと一回失敗すると大きいですよねでなかなかこうそれがトラウマになって仕事ができなかったということでそうなってくるとね仕事ができないでまあしあしの貯金もねそこをついてきてこう財政的になかなかね困窮していくわけですよねそうするとですね、まあ、妻との口論というか、ね、家庭内もですねだんだんこう えーと喧嘩になったりしてて、ね、家庭もうまくいかないと。お金がなくなるとね、家庭もうまくいかないみたいな形になっていてですね、そんなところでですね、まあ、J というのがこうだんだんこうね、賛んでいくわけですけれども、まあ、それを見かねたね相棒のガルという相棒がいるんですけれども、そのガルがですね、新しい仕事を持ちかけてくるということですね。ちょっとこれで稼いでみろというような形になるわけですけれども、まあ、そんな中でね、ちょっとミステリアスな依頼主がいるんですけれども、依頼主から渡された殺しのリストを元にですね、暗殺を遂行していく。 この J、主人公の殺し屋とですね、ガルですね、ワボーだったわけですけども、まあそんな中でね、えー、仕事をやっていく中でですね、まあだんだんね、それちょっと普通の仕事であればいいんですけれども、だんだんこうね、えー、といろいろな陰謀がその中には隠されているというような形でですね、まあ巻き込まれていくというような、ね、形ですかね、まあそんな中で、まあ犯罪スリラーですよね、殺し屋ですから犯罪スリラーだったり、あとは夫婦の喧嘩とかね、 家庭内の話だったりするので、このフォームドラマ的な要素もあったりですね、あとはその後ね、邪悪な存在みたいなものが明らかになってくるので、まあ、いわゆるね、フォークラーっていうかな、民間伝承的なホラーというものが出てくるということで、まあ、ちょっとそういったものがごったに,になっているようなね、作品ということになりますよね。で、そんな中でね、あのー、このあれですかね、あの、ベン・ウィートリー、脚本監督ですけども、ベン・ウィートリーのおそらくですね、これはの最高傑作ではないかなというような、 作品ではないかなと思います。まあいろいろな要素がごったになっていて、あのー、すごくね、面白い作品だということになりますよね。はい。で、次が5位ですね。5位がですね、えー、ちょっとこれはもうメジャーな作品かもしれませんけど、ショーンオブザデッド d 2004年の作品です。えっ、ー、と、これはあの、エドガー・ライト、監督でね、もう売れっ子ですよね、エドガー・ライトはね。えー、と、いうことで、サイモン・ペッグとエドガー・ライトが共同書き込んで、まあ、曲本を書いている、まあ、 作品とということになりますます、あ、ホラー映画というか、まあ、ホラーコメディっていうか、ちょっと笑いというかね、ちょっとこう、なんかこう、ふざけた作品にも見えるかもしれませんけど、ホラーコメディって言っていいんでしょうかね。まあこれはですね、あのー、なんかこうね、まあゾンビ映画のサブジャンルっていうのかな。あのまあこれも真っ正面でね、ゾンビがこう、いわゆるジョージ・エロメロ風のね、あの、成功法で攻めたゾンビとかね、というわけではなくてですね、サブジャンルというかあの、まあゾンビ映画のパロディーって言ってもいいんでしょうかね。まあそんなような形の作品で、こう、 えとまあ血のりだとかね、まあ、大量のチー動とかそういったものもバッと出てくるわけですけれども、まあ、それだけではなくてね、まあ、ちょっとジョークだとかね、あのー、そういう,こうなんかお笑い的な要素というかねあのふざけた要素というかな まあそういったところがあるので、まあ全然怖くないというかね、ちょっとパワフルな作品って言えばいいんでしょうかね。そんなような作品で、ちょっとイギリスで撮られてるのがちょっと面白いなというような作品ですよね。まあこれはあの見た方もたくさんいらっしゃると思うので、このぐらいにしておきたいと思います。はい。で、次が4位ですけれども、えっ、ー、と4位がですね、えっ、ー、と、アンダーザ・スキン、種の捕食という映画になります。まあ、これはね、あの、なんですかね、あの、まあ魅力の 女性っていうのは、まあ、あの、本当に美人が出てきてね、まあ、種の補色ですからね、まあ、よくあるスピーシーズとかそうですけど、美人がね、男たちをこうね、食い物にして、食い物にするっつっても、こうね、本当に食い物にしていくっていうね、あのー、なんつうか、まあ、人間以外の、なんつうかね、あの、非人間的な、まあ、宇宙人みたいなねそ、宇宙人っていうかね、あの、要するに、ものがですね、まあ、こう色、色気と言いますかね、そういう、あの、要するに、こう、 男ってのは美人に弱いみたいなとこがあってですね、そこでこうね、メロメロと言ってですね、まあ、実際に食い物にし,していくというような、まあ、そういう作品なんですねまね、あ。ジョナサン・グレーザーが脚本と監督を務めている作品でですね、これ2013年の、まあ、SF ホラーアート映画って言ったらいでしょうかね。まあ、あのこれはあのグラスゴーを舞台、えっと、イギリスの、ね、グラスゴーを舞台にした作品なわけですけれども、まあ、これはあの要するに、 まあエイリアン、スカーレット・ヨハンソン、美人というか美人役ですよね、スカーレット・ヨハンソン。だからこれ、あの、こう、なんかこう、魅力というかね、いわゆるこう、男たちを魅了するような美貌だったりね、そういった魅力を持っていて、そういった魅力の力で男たちがね、こう、食われていくというようなことですので、これ美人じゃないとね、この映画としては成立しないみたいな形ですけれどもね、まあそんな形でね、まあ要するにこう、 ちょっとこう男がね、まあ、なんかこう美人にふるふろっといくと、女性がこう男をこう、ね、あの痛めつけるというかあの、そういう形で捕食されていくというような形の作品ということになりますよね。まあ、そんなような作品でですね、まあ、非常に何て言うかな、非常にこうカメラの,、ね、あの位置といいますかこう。 隠しカメラのような撮影っていうんでしょうかね。まあそんなような形で撮られてる作品という形なので、まあ非常にね、こう、あの、まあ男はバカでんだなっていうようなことで分かるような作品っていうことなんでしょうかね。まあ,あの非常にね、あのこれは見ていてこう、面白いっていうんですかね。あのスピーシーズとかね、あの、なんでしょうね、あの、ダンス女性が男をビジ、美女はね、男をこうたぶらかしてこう、 犠牲にしていくみたいな作品が好きな方には結構いいのかなっていう、まあ、まあ、まあ、魔像的なね、あの、男性の方にはより楽しめるのかなって感じの作品でしょうかね。はい。で、次は3位ですね。これはあの2018年の作品ですがポッサム、ポッサムという作品なんですけど、これはですね、えっ、ー、と、おそらく日本では、あれかな、現代、えっ、ー、と、公開は、あの、何ですかねあの、いわゆるこう、 未,未公開の形になるのか,のかと思いますけどね。えっ、ー、と、えー、ガース・マレンギ監督の、あのー、ポッサムという作品なんですけども、あのー、あ、違うガ、ガース・マレンギ監督のダークプレイスのですね、クリエイター兼主演のマシュー・ホルネスですね。マシュー・ホルネスが監督と脚本を務めた作品ということですので、えー、マシュー・ホルネス監督先でちょっとあの、えっ、ー、と、ダークプレイスの まあ主演のね、まあ、シュー・ホルネスがやってるということで、まあ、2018年のまあホラー、最高ホラーって言ったらいいんでしょうかね。まあ、これもですね、やっぱりこう、なんつうのかな、あのえー、とちょっと変わったね造形の人形みたいなのが出てくるんですけれども、あのまあ、ちょっとね変わった、変わった作品というのかな。まあ、これも幻影だったり、こう現実とねあの、ちょっといわゆるこう恐怖の。 思ってる恐怖みたいなのが具現化していくというような形の作品なんですけども、まあ、あの場所がねノーフォークを舞台にしている作品なんですけども、まあ、このねあのモーリスというおじさんがいるんですけどもその中で、ね、あのショーン・ハリスが演じているあのフィリップというあの男性がいるんですけども、まあ、それが主人公なんですね。で えーとこのフィリップというのはトラ過去にトラウマを持っていてですね、あとはまあ地元の少年が失踪したりしていてですね、まあ、そういったところで悩まされているわけですけども、そういったなあのこのフィリップがですね、なんか雲のような、ね、人形というのが出てくるんですけれども、そのポッサムという雲、ね、のような人形。 が出てきてきですねまあ、それに悩まされているということで、まあ、ど,うどうやってこのポッサムをですね処分したらいいかということで、まあ、捨てても捨ててもっていう、ね、あのうまくこう処分しても処分しても戻ってくるというね、不思議なこの人形なんですね。まあ、そこでなんかおかしいなと思うかもしれませんけど、まああのなんすかね、まあのすかチャッキーとかねそういうのがあるかもしれませんけど、まあ、それっぽくってですね、まあ、こう非常にこうねあの人形というものはどういうものなのかということなんですけれども、この人形というのは本物なのかどうかね、あの実際、異性、 本当の生命体なのかどうかとかいろいろ考えちゃうわけですけども、まあ、実際はですねこのフィリップの、えー、と幼少期のトラウマというものがあるわけですけどねそのフィリップの幼少期のトラウマがこう具現化したものがこのポッサムという,こう人形になって現れているということなわけですよね、まあ、そういった形でこの変なねすごく雲のようなねあの造形をしているポッサムという人形なんですけどもこれはですね、まあ、フィリップの精神が 精神がですね、まあ、虐待によって歪められた様子を反映しているというような形になりますので、まあ、まさにね現実ところ精神的な歪みですかね、まあ、そういった世界がこないまぜになってね幻影を見ているようなものですねちょっと、まあ、よくある話といえば話なのかもしれませんよくあるというかねそのこう恐れだとかねそういうものがこう現実世界になってねお化けだとかそういった不思議なね現実感を持ったような物質だったりこう 生き物になって世の中に現れてくるというような作品なわけですけどね。まあそんなようなね、作品で、非常にね、あのイギリスらしい陰鬱な世界って言うんでしょうかね。まあちょっと薄暗いと言いますかね。まあそんなような作品ということになりますので、まあ非常にね、まあモダンホラーというか、こう、サイコホラーの中ではね、あのー、非常にこう、 どちらかというと、イギリス独特の雰囲気っていうんでしょうかね。まあ、そういった方で、ちょっと暗いんでね、なかなか日本公開未、未公開のままだったのかもしれませんけれども、まあ、そんなような作品だということになります。はい、それが3位ですね。で、2位、1位いきたいと思いますけど、2位がですね、あの、これはもうおなじみの映画だと思いますけど、1987年のヘルレイザーですね。えっ、ー、と、これはあのクライブバーガー、バーカーね。クライブバーカーが、えー、まあ、監督を務めている作品でですね、まあ、なんていうんですか、我々、いわゆるヘルレイザーの、 ピ,あのピーヘッドをね、もっと男が出てくるみたいな話でですね、まあ、これは1986年の、えー、とこのクライブ・ワーカーが書いたヘル・バウンド・ハートというものを原作にですね、映画化したというような形ですよね。で、まあそんな中でね、まあ、このヘル・レーザーについてはこうシリーズ化されていてですね、まあ、あの2、3というふうにずっと作られていってですね、2022年にはですね、デビット・ブルックナーによってですね、いわゆるこう、 リメイクといいますか、リブートですかね。そんなものもされているということになりますけども、このヘル・レイザーというのはこう、ラブクラフトの伝承とか、そういったものをこう表していてですね、まあ、少々的な悪役のピンヘッドがね、こうまあ、ちょっとあすごく特徴的なキャラクターなので、そのキャラクターを元にしてですね、続編が出ていくというような形になりますよね。まあ、これはね、あのヘル・ライザーというのはこう、まあ、視覚的にこう非常にこうなんつかあの特徴的ゆえにですね、一つのこうモンスターとかね、 あのキャラクターとしてこうかなり定着した感じがありますよね。そんな形で、このやっぱりこうイギリスの生んだね、えー、とホラー映画のこうキャラクターの中の、まあ、最高傑作の一本ではないかなと思いますね、はい。で、次がね、1位、堂々の1位に行きたいと思いますけど、1位がですね、えー、とこれはやっぱりこ,うこれも馴染みのある作品かもしれませんけど、えーと、ウィッカーマンになります。ウィッカーマン、ロビー・ハーディ監督の作品ですね、1970年。 3年の作品です。えっ、ー、と、アンソニー・シェーファーが脚本書いて、ロビン・ハーディが監督した作品ということで、まあ、これもなんか民間テンションホラーって言ったらいいんでしょうかね。まあ、あのー、なんですかね、あの、これは、あの、まあ、スコットランドのね、えー、こう非常にこう、神秘的なサマー・アイル島というところでですね、まあ、少女失踪事件が起きていてですね、まあ、そこで、あの、えっ、ー、とね、巡査ですよね、あの警官がですね、ニール・ハウィーという、 警官がですね、まあ、調査をするというような中でですね、えー、起きていく事件ということなんですけども、まあ、なんかこれもあなん、ね、あの、何ですかね、いわゆる地元のこう、宗教と言いますかね、そんなところがちょっとね、一つのキーポイントになってますよね。まあ、ケルトイのね、あの、異教の文化というものが、住民たちがね、そういった、いわゆるこう、地方のね、独特の民間伝承のこう、まあ、いわゆる宗教を信じていて、まあ、そこに対してね、まあ、あの、 なんうかあの正統派っていうんでしょうかね、クリスチャンが入ってきた、来るというような中でですね、まあ、キリスト教的な態度とこう、民間のねあ、民間というか、このいわゆるこう土着の,ね,あのこうなんうかね、宗教との対立というかね、まあ、そういったところでもまれていくような作品ですよね。まあ、こういうあの宗教、あの独特のね、あの一部の部分だけの宗教だったり、こういわゆるこう信仰宗教的なね、邪悪な宗教だったりですね、まあ、そんなところに、ね、染まっていって、この、まあ、要するに、 地方のの独特の雰囲気ってありますよね、こう閉鎖された村だったりねそういったところでしか信じられていないようなこう宗教に基づいて例えば生け贄を捧げるとかねそういったのいうような話っていうのは結構ありますよねこれあの一言ではなくてね例えばこう日本でもね結構こう洪水を止めるためにねあのこう犠牲を生け贄を捧げて洪水を止めたとかね まあそういった話っていうのはこう地方にいろいろ残ってますよね。で、神社になっていたりね。まあそういった話があったりするので、まあ、ちょっと一言ではないんですけれども、いや、まあ、まさにね、この、ちょっと閉鎖された、ま、あの地方だとか地域でですね、こう、宗教が信じられていて、そ,そこにこう入り込んできたね、まあ、あの異教徒だったりですね、こう、しあの、なんかこう、キリスト教こそがすべて、正統派のね、正統派とか、まあ、プロテストだったり、カトリックだったりね、まあそういった、あの、 こうメジャーな宗教こそが正しくてね、こう、異教というのはこう、回収させなければいけないみたいな存在だみたいな形でこう、おごり高ぶってこうね、地方に行くとですね、地方というかね、そういったところに行くと、えっと、そういったものを、異分子みたいな、のを受け入れられないような、まあ、チでですね、こう、えっと、らかのね、犠牲になっていくというような、パターンのですね、っていうのは結構、作られてい,るは今いますよね。まあ,あ、非常にこうね、 よくあるパターンだと思いますけど、このウィッカーマンというのは、まあ、まさにね、その1973年に作られたあの時からすると、非常にこう、えっ、ー、と、衝撃を持って受け入れられたわけですよね。で、最後のね、ウィッカーマンというのは、このんですか、あの、に大きなね、こう木造で作ったこう、人形というかな、あの、ジャイアントロボみたいな人形があってですね、そこにね、あのこの主人公がね、閉じ込められていって、まあ、どうなるかというようなところでね、まあ、非常に怖いっていうかな、 あのいうような形がありますので、1973年の、こう、本当に身震いもするようなね、ほら、あの、一本ということが言えるかと思いますね。本当にこうね、あの、豪に入り手は豪に従いじゃないですけどね、あの、やっぱり、そこの、なんて言うかな、正義の基準とかね、そういったあの基準って違いますのでね、まあそういったところでね、いろいろとね、あの、文化の違いだったり、住民の独特の雰囲気とかね、そういったものに対しての、こう、非常にね、 えー、警鐘を鳴らすすよような作品ですよね、まあ、これはあの、あのー、その後にもね、あの宗教を使った、宗教というかな、特,特定の地域にしか使われあの信じられていないような宗教ですね、まあ、特に強力なね、儀式だったりですね、風習があるような宗教というものの恐怖というものを描いている作品というのは、ホラーではね、しばしば作られていますけれどもれ、ね、まあそれの、まあ、すごくね、代表的な例だと思いますけどね、はいえーと。そんな中でね、今日は10本ほどご紹介されてい させていただきましたもう一回ちょっと振り返ってみましょうか。えー、とイギリスのですねホラー映画「ベスト10」ま。あ、これはあのベスト10と言いながらも、ですねこの、えー、と記事を書かれたですねっっ SK サピアーノさんという方が書かれたので、ね、えーとまあ、非常に偏見だったりねあの、まあ、個人の思い入れがあると思いますけど、まあ、一応ねそれに従ってお話ししましたで。順位が回転ですね。ジャック・クレイトン監督の回転、1961年。 で9位がですね、えー、ダニー・ボイル監督の28日後。で3位がですね、えー、ローズ・グラス監督の「セイント・モード・狂振」ですね、えー。2019年の先。で、次がですね、えー、とケン・ラッセル監督、1971年のあ「肉体の悪魔」です。で、6位がですね、えー、キルリストということで、ベン・ウィートリー監督脚本の2011年の先です。で、5位がですね、ショーン・オブ・ザ・デッド。 えーとエドガー・ライト監督の2004年の作品ですね。これももう 20, 20年以上経ってるっていうのはちょっと驚きですけどね。はい、で次がですね、4位がアンダー・ザ・スキン、種の捕食。2013年の作品。ジョナサン・グレーザー監督、脚本ですね、はい。で、3位がですね、ポッサムという映画。これはあの未公開の作品ですけれども、えーとですね、マシュー・ホルネス監督の作品。2018年の作品ですね。 で、2位がヘルレイザーですね。これはクライブ・バーカー監督脚本で、1987年のホラー映画ということになります。で、1位がウィッカーマン、1973年の作品ですね。ロビン・ハーディ監督の作品ということになります。まあ、いずれもね、ちょっとあの、やっぱりアメリカのね、カラッとしたホラー映画とは一線を画した、ちょっとジメッとした雰囲気がね、確かにあるかなと思いますけどね。まあ、いずれもね、ちょっとやっぱりこう、 独特のね、タイ、タイ、あの、まあ、イングランドの独特の雰囲気のある映画だなって感じがしますよね。はい。えー、ということでね、今回10本ほどご紹介させていただきましたけど、えー、っと、今回は以上ということにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。